はい、どうも皆さん来てくれていらっしゃい。はじめまして、井戸と申します。ということで、皆さんお久しぶりです。諸事情というか、体調不良というか、某コロコロウイルスにかかってしまって、1週間配信も、何もかもができなくなってた以上だったんですけれども、ようやく、発熱とか、改善してきまして、あとはちょっと喉の痛みが若干あるかなっていうところぐらいまで落ち着いてきました。時折咳が出てきてしまうんですけれども、結構万全な状態に、戻ってきました。皆さんの、応援のおかげでこちらの方まで体調を変えてきたと思います。ありがとうございました。ご心配をおかけしました。ということでね、今日ちょっとやってみたい企画ということで、1週間も僕プロセカ触ったことがないっていうことがなかったので、今までね、で、某コロコロウイルスにかかってしまったことによって、もう1週間触らざるを得なかったというか、もう触る気力すらなかった。1週間触らなかったらどんだけ落ちるんだろうと思って、今日はね、ちょっと今まで自分ができていた曲、まあちょっと若干難しめの曲してみてもいいかなとは思うので、こちらですね、このにっこり調査隊のテーママスター31ぐらいをやっていきたいなと思っております。いや、これ結構どうなんだろう、1回マスターの31で唯一っていうか、まあ唯一じゃないんですけど、フルコン、数少ないフルコン曲なんですけど、31の中でどこまでできるかっていうので、結構測れるかなと思いますので、ちょっとこっちの方やってみたいと思います。これでね、逆に上手くなったら休めばいいし、上手くならんかったらね、これからまた這い上がっていきたいなと思いますので、プロセカ1週間触らなかった人が、プロセカの腕前ですね、音ゲーの腕前がいったかっていう指標にもなると思うので、ご視聴の方続けていただければ幸いです。では行っていきましょう。ガチで一発撮りです。やり直しも何もないです。うわ、めっちゃ久しぶりっす。うわ、触れてるな意外と。うわ、めっちゃ久しぶり。うわ、コンボ切れたし。うわうわうわ、マジか。うわ、なんか指が全然動かん。めちゃめちゃ久しぶりすぎる。うわ、いけてるかな。いけてない。ナイスそうやな。なんかそんなパパパパパスポと思った。うわ、懐かしい。1週間ぶりにやるプロセカ最高だぜ。意外と触れてるな。思ったより触れてる印象。やっぱ体が覚えるんだね、音ゲーって。精度はクソ悪いけど、こんなもんだよ。最悪。いいね。うわ、なんかしょうもないとこでミスってるね。うわ、フリックが全部ダメやった。嘘だろ。嘘やん。明らかに下手になっとる。もう1週間やらんと。1週間触らんで。体が覚えとるだけじゃ埋まらない差がある。1週間。うわ。うわ、クソ。はっきり言ってクソ。マジか。こんなに下手になるもんなんですね。いや、1週間プレイしなくなっただけで、こんな結果になっちゃいました。これからね、また修行し直しですね、これは。ということで、皆さんここまでご視聴いただきありがとうございました。またコロナ明けて体調元気になってきていますので、配信の方続けていきたいなと思います。よかったらチャンネル登録、高評価ポチリと押してください。ではお疲れ様でした。またねー。